蝦夷錦「故郷の家づと」第28回咲夜は早く返事が欲しいと言いますがおばはおろくと相談すると言います咲夜「あなたまあ申しにくいことだがね実はね手前がね武士の務めが嫌でね ないない、重役にも話し、親父も特進で、それぞれ話をしたところが、そういうことなら聞いてやろうと家老も言っているが、どうか、こういうところへ来たいのが手前の所存だがね。当家といっても、こちらが大けすぎるし、金慢家であるから、欲に目がくれてくるようでもあり、あるいは、 またおけいさんが美人だから器量にほれてくるというように思われてはいかにも残念でそういうわけではないがお前さんの心の正しいところとおけいさんの孝行を見抜いているのだが手前を当家の養子にしてくださらんかえまあもったい至極もないとんだことをおっしゃいます。 とんだことでないよこんな百姓の家あなたのようなお身柄の方が「あ同じことを言っていけないな」だってもあまり釣り合わんのは不縁のもとということもございますから「高が少ないからこういう豪華のところへは釣り合うまいが」いいえ。 そんなことはようございますが、まるで身柄が違いますから、そこが釣り合わんと申すのでございます。まことに、妙が至極のおぼし召しではございますが、まあまあまあ、この縁談のことは、私一存ではできませんから、とくとおけいにも話をいたしてのことにいたしまして。だがね、おけいさんは、 お前の言うことはそむかんから。まあ話はいいじゃないか。でもね、このことばかりは親一存には参りませんから。おけいさんはおばが特診ならいいとあらまし特診でげす。さっきちょっとじかにした話をしたらそういうことだから。おやまあ。 体操手回しのいいおけいは何と申しましたかおけいさんはおばさんが特進なら手前は嫌とは申さんということだったあれはじきにそういうことを言います自分が嫌と断りにくいから苦しい時に親を出せの例えで私はどうでもおばさえ特進ならと言いますよけれども 心は違っておりますよ。へえ、違っておりますか。だが、今。今が、今良いと言っても、歳のいかん娘が、そんなら来てくださいとは言われません。気長に娘の心を聞いてみましょう。おぼし飯は、まことにありがとう存じます。でも、早く決めたいもので。 善は急げと言うから「よくまああなたほかのこととは違い生涯のことでお互いに死に水を取り合わなければならず長生きをすれば八十九十百までも沿うことでございますから二年や三年伸びたってもいいじゃありませんか」「伸びては困ります」「とっくり考えましてから」 それでは今日はできませんか今日と申すわけにはいけません。それじゃあおばさんちょっと母にも話をしたいが今日おけいさんを貸してくださらんか。何かご用でございますか用じゃないがかねて手前がおけいさんのことを母に話すのでそういう高行な人なら 会いたい。どういうお嬢さんか見たい見たいと言うから見せたいと思うので、手前は足が早いからちょっと親父に話をして、カゴを持ってくるからどうか貸してください。それから一泊ぐらいはいいでげしょう。うあれはこれまでお屋敷へは出つけませんから窮屈があっていけませんよ。大丈夫。 止めると言ったって一泊のことで何も思想あるまい。なんと申すやら知れませんが、旦那様のお手紙では致し方がございませんから、あげるように致しましょうが、お、OK、い一人ではあげません。女中をつけて、それでなければ。いいとも幾人でもつけて。それではあがるように致しますが、 どうか止めずにお返しくださいまし「まあ泊まるつもりでさようなら」と言って帰りましたがしばらくたつとかごを持って迎えに参りました「先は重役の氷売奉行の剣がありまするからよんどころなく行かなければなりません」「おばさん私は気味が悪くってなりません」 どんなことでひょっとさっきもこれこれのことでございますからと心配をいたしますから「なに心配はない」「幾と丸をつけてやる」というので宗州生まれででくでく太ったおいくお丸という女中で大概の男でも投げつけるほどの三人力あるという女中を両人と 他に男を一人つけてやりまして、この二人がおけいの両方にいればよかろうと安心しております。第29回へ続く。